日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はゴールデンウィークについて。はい、皆さんおはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？ゴールデンウィークですね。日本にはゴールデンウィークという休みがあります。毎年5月の初めですね、5月の初めに1週間ぐらいの休みがあるのでゴールデンウィークと言います。実際は5日間とか、6日間とか、あとは特別に会社を休んだり学校を休んだりして、もう少し長く休む人もいます。1週間以上休む人もいる。でもほとんどの人は5日間6日間7日間ぐらいですかね。ゴールデンウィークを知らずに、知らなくて、日本に来る外国人の人が結構います。その時に、あれ、どうしてこんなに人が多い？どうして子供たちが学校に行かないですか？そう思うことがあります。だから、気をつけなくてはいけないですね。ゴールデンウィークは本当は観光はやめた方がいいですね。その理由は飛行機が予約ができなかったり、新幹線が人が多すぎたり、ホテルが高くなったり、いろいろな、観光の問題、観光客の人たちにとってちょっと大変なことになります。でも仕方がない、先生、僕はその時しか、ゴールデンウィークの時しか休みがないんです。そういう人たちは大丈夫ですね。日本に来てください。ゴールデンウィークだとしても日本に来てください。でも行かない方がいい場所があります。行かない方がいい場所。それはやっぱりテーマパーク。テーマパークはたくさんの子供たち、たくさんの家族が集まります。なのでゴールデンウィークにテーマパークはちょっと行かない方がいいかもしれません。他の日に行った方がいいですね。ゴールデンウィークの前とかゴールデンウィークの後に行った方がいいです。あとはそうですね、やっぱり子供たちが好きな場所、これはちょっとゴールデンウィークは大変になります。例えばアニメを見に行ったり、映画館にアニメを見に行くとたくさんの子どもたちがいると思います。だからゴールデンウィークはそうですね、子どもが行かないところ、東京で居酒屋に行くとか、そういうのは問題がないと思いますね。はい、というわけでそろそろ時間ですね。チャオチャオ、アスタレゴ、またね。